疲れ様でした。おっす、なんかハイメさんがすごい体調悪そうだったからって言ってたよ。あ、僕ですか。あ、青ざめてたって。寝てない寝てないっすね。賭博？いや、賭博じゃない。なわけ。寝てない。寝てないのもあるし、寝てないっすね。正直、対戦相手決まった時にはどう思った？いや、別になんか。勝てるって感じ。まあいつも通りな感じで勝てるというか、まあ、全然勝つ気で勝ちに行くっていう。で勝たんとその争奪戦で選ばれないから、うんうん、もうじゃあ勝つしかないよね。でこうやってガチャガチャガチャってなって、じゃあそのみんなでペア組んでくださいみたいな、うん、なったらってどうしようと思って。階級のこと言われたら分からんし、でも階級のこと言われなかったからワンチャンそれもありなのかなと思ったんですけど。まあ、で細川さんと、まあ、ちょっと話してたんで、じゃあやりますか。細川さんしかいなかったよね、ぶっちゃけ。細川さんか、ベルサイユ理事長さんか、マキちゃん、マキちゃん役ぐらい。あ、その別に僕はもう上、階級上でもいいし、下でもいいんで、で、まあ、とりあえず戦わんと、もう、ようなしだから、まあ、だから出て、まあ、細川さんとはまあね、6ぐらいというか、ちょっと、やるかもっていう、雰囲気はあったんで、まあ、まあいい機会だったのかな。じゃあ悔いない感じですか、結果は。いや悔しい。いや悔しいですけど、あ、いやでもやっぱりね、こういういつでも戦える準備っていうのはやっぱしとかなきゃいけないなって、まあ、改めてねこう学んだというか、勉強にはなった。もう怪我大丈夫ですか、今足引きずってる感じ。いや足は足痛いです。足は左足。どうしちゃったんですか。あの自滅っすね。僕ローキック、あの足の甲で蹴っちゃうから、うん、よく自滅するんですけど、で足の甲をやったのと、あとはあのもうダメっすね、ここが。あ、傷がまた開いた。開いたっていうか、ちょっとあれですね、殴るのがちょっと臆病になっちゃう。じゃあもうブレーキングダウン、どうなっちゃうんですか、日経君の。まあ、チャンスがあれば、それはもういつでも。もうまね、周りに何言われようとね、やっぱ自分がやりたいと思ったらやるし、まあそれで用事ないよって言われたらもうそれまでだし。細川さんに負けたとはいえ、今後絶対人間君のファンって根強いファンがいると思うし、はい、引き続き本当にちょっと申し訳ないです。本当今日はなんか面白いことというかね、なんか特にこうパッと印象を作るもんが多分変かったかなと思って、まあ、でもいつもとね違う感じのオーディションだったんで、まあ、面白かったですね。まあ、面白かったですね。広瀬アリスさんも応援してるんで、引き続きお願いします。それいや本当に広瀬アリスさんこれを見てるかどうか分かんないですけど、見てたら今回は出れなかったんですいません。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。